名古屋のスタジオです巨人が中日を六対三で下して優勝を決めましたでは長かったペナントレース最後の長い一日を終えた長島監督にお話を伺うことにしますバッターコー,ーに対して2エドワー,ー第4球カーブルカオリサン巨人優勝130試合目ついに優勝を飾りました長島監督優勝巨人4年ぶりセントラリーグのチャンピオンに輝きました 名古屋市内のホテルに長嶋監督がいらっしゃいます長嶋監督はい、えー。竹林と申しますよろしくお願いしますおめでとうございますありがとうございます、えー、この言葉ぴったりかと思うんですが本当にお疲れ様でしたはい、ありがとうございますあの胴上げからですね1時間余り経ちましたが、はい、改めて実感いかがでしょうかそうですね、えー、本当にやはりあの胴上げというものは、えー、まさに宙に舞うということはありますけれども本当に嬉しい状態でしたうん。 さあ今年のですね、はい、苦しいペナントレースをちょっと振り返っていただきたいんですが、はい、夏にはマジックナンバーが出ました、はい、しかしこれがですね消えてしまった、ええ、この時の選手、あるいは監督ご自身の気持ちはいかがでしたかそうですね特にあの前期、4月、5月、6月、縦付けに貯金のシリーズで蓄えをしておったんですが、7月から貯金を減らす一歩になりまして、うん、特にあの8月、そして最後の9月になりまして、 8連敗というあの形が一番チームにとってはいわば一番試練の時期であったんですけどもまあ幸いにもピッチングスタッフ特に3本柱が戦列を離脱することなくローテーション通りに待ってくれましたものでディフェンスの面で3連敗をすることなく一生に敗で逃げていったというあの期間も非常にチームにとっては今振り返りますと大きな栄光をつかむのには えー、隠れた支えになったんじゃないかとそう思っておりますん、まあ、踏ん張りがあった、はい、ということですね、はいはい、そしてその中日、あるいは広島のですね、はい、猛烈な追い上げがあったこの後半戦、ええ、毎日毎日、こうハラハラの連続だったんではないでしょうか、ええ、もちろん戦いそのものが、時には頻打打線とかですね、ええ、まあ言われ、言われながらしたんですけども、もちろん選手よくもこうやって。 毎日しのぎを削るような身を削るような戦いを強いられておりましたけれども選手はやっぱり初めての体験で非常にこう戸惑いを感じた時期もありますけれどもいずれにしましても監督の指針であります「全員野球」をですね今年スローガンで掲げてきましたから前段で出るものあるいは後半から出るものいうような気持ちがですねまさに 監督の指揮傘下にベンチ全員が入ってくれましたもので、うんえー、ヒーローが次々変わりながらそしてピンチを救っていったとこともこれも大きな出来事の一つの状態だったんじゃないかと思いますそして今日の戦いなんですけれども、はい、130試合目のこの同率対決ですね、えー、ここに臨むにあたっての監督の心境はいかがでした。心境でですすかか、えー、もちろん勝負事ですから えー、勝ち負けは昔から時の運と言いますけども僕はもう選手に毎日ミーティングでは最後に笑うのはうちだということを選手に毎日ミーティングで言い聞かせて<え>もう選手よくにしてみればまた監督が同じことを言っているというようなことを聞かれるかもかりませんけども、えー、そういう勝つ勝つということですね選手に洗脳しながら、えー、しかもやると敗退を続くですから、そこの自問自答との戦いがかなり自分としても <laughs>、うん。えー なかなか、えー、戦う上においては、えー、不安もちらちらのぞかした時期ありましたけれども終始一貫最後に笑うのは実りの秋はうちだということを信念をこれ入れるのは毎日自分の <laughs> <laughs> 気持ちの上での戦いもある時期ありました17年ぶりの優勝、えー、胴上げですね、はい、17年前の胴上げと味は違いますかどうですか、もう昔の17年前、ちょっと忘れてしまいまして、えー <laughs> えー、ちょっと覚えておりません。 えー、ただ、今夜の選手に胴上げをされたあの気持ちてもないやっぱり、勝、え、手、ー、ての1 0年前と同じだったんじゃないかと思いますけども落合選手がですね、えー、非常にこう感激した表情をしていたのが印象的でしたが4月から5月にかけて内ももを痛めたり足を痛めたりですね、えー、怪我の手をしながら一塁を守りながら全、えー、試合を出てくれましてね。 しかも攻撃の4番の力ということできっちりと守り特にピッチングスタッフに大変大きなサポートしてくれまして、ねはい、ですからそのピッチングスタッフの力にも大きく貢献をしてくれたことでまさに落合効果あったと言っても評価できるんじゃないでしょうか。ねさあ次の目標もう一度 げをとということになるんですけれども <laughs>、えー、西武と長嶋、巨人との対戦というのはこれ日本シリーズ初めてになります、ねえー、僕はもう初めてなんですが、えー、西武野球の印象はどうですか、えー、もうこれは今までネット裏で評論してた時期でも、えー、随分ぶチームとしても僕、まあ、把握しているつもりでおりますけれども、はい、なんて言ってもああやってパ・リングの名手だしそして、えー、日本の球界の覇者でありますから、えーえー、当然、そのチームに。 この二十二日からチャンスを得たということですから、ゼがヒでも目いっぱい悔いのない戦いを、えー、森監督にぶつかってみようとそう思っております。はい。はい。どうもありがとうございました。はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。セントラルリーグのリーグ優勝を果たしましたジャイアンツの長嶋監督にお話を伺いました。さあこれで。 パリーグが西部、そしてセリーグが巨人ということでチャンピオンが決まりました。日本シリーズ巨人と西部、10月の22日初戦ということになりました。以上名古屋のスタジオからおす。